駒金駅は長野県駒金市東町にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。下りの快速、ミスズはこの先各駅に停車する。ミスズとは別の快速列車、岡谷駅が1本のみ設定されており、停車駅は飯田線の全区間で快速運転を行う上りのミスズとほぼ同じである。端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を持ち、 列車交換が可能な地上駅。駅舎は短式ホーム側にあり、2.3番線とは、構内踏切でつながっている。3番線東側には、側線が引かれ、電車や保線車両が留置されることがある。稲市駅管理の簡易宅駅で、駒ヶ根市が業務を自宅している。2013年3月31日までは、東海交通事業の職員が業務を担当する。 業務委託駅で自動券売機 JR 前線切符売り場も設置されていた。駅舎は1980年に改築された鉄筋コンクリート造り平屋建てである。中央アルプスへの登山者が多いことから駅待合室内に登山届のポストがある。東側から望む駅周辺駒ヶ岳へのロープウェイ乗車駅である調び、平駅や駒ヶ根高原へ向かうバスが 駅前から発着しているほか、駒金市循環バス乗り場、タクシー乗り場がある。駒金市の中心駅であり、駅の西側に商店街が広がっており、徒歩で10分内の範囲に、駒金郵便局、82銀行駒金支店、アルプス中央信用金庫アコー営業部などの金融機関もある。駅の東側に隣接して、A コープ駒金店がある。当駅から伸びる、 鈴蘭通りを500メートルほど西に向かうと、駒金市総合文化センター等の文化施設がある。駒金駅前の画像を表示するには、右の表示をクリックしてください。駒金駅前かつては市内を循環するバスのために2番と3番の乗り場もあったが、循環バスの廃止によりなくなった。なお、高速バスの駒金バスターミナルは、駅西側の国道153号沿い、 駒金商工会館の1階にある、1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。ありがとうございます。